スです。日本の高度経済成長を支えた官僚たちの自負が描かれています。かつてエリート中のエリートと言われていたキャリア官僚ですけれども、今その人気に変化が生じています。その現状ですが、画面右上の QR コード、こちらからもご覧いただけます。でこちらご覧いただきましょう。その志願者数です。ピーク時はおよそ2万4000人でしたけれども、今年はおよそ1万4000人と4割減少しているんです。国家を支える人材どう確保するのか、霞が関の試行錯誤が始まっています。転職したところに対してその後悔というのはないかなと思っています。15年近く経済産業省で働いた男性です。厳しい労働環境に限界を感じ、ベンチャー企業に転職しました。